JVC 警部とバーチャル部のバーチャル新入社員黒とエレンです。もう後ろを見てお察しかと思いますが、お久しぶりのキャブミーの広報のお仕事にやってまいりました。今回もタクシー会社さんにたくさんお話を伺いたいと思いますので、皆さん最後まで見てくださいね。今回ご協力いただきましたのはコンドルタクシー株式会社さんでございます。コンドルタクシーさんといえば、乗務員さんやオペレーターさんなど社員の方々が芸能活動をされていることで有名です。ライフスタイルに合わせた働き方ができるタクシー会社さん、すごいですよね。女性の乗務員さんも多く働かれていてかっこいいです。なんと社長ご自身もテレビなどに出演されているとか、すごい。これはレポートのしがい満載ですね。なので今回は魅力たっぷりのコンドルタクシーさんのことをレポート盛りだくさんでお届けできたらなと思っております。本日も頑張ります。よろしくお願いします。あー、緊張ですね。キャブミーの配車システムを使って配車いただいているんですよね、こちらで。あー、すごい。私も学ばねばです。頑張ります。それでは早速会社の中にお邪魔していきましょう。失礼いたします。おー、こちらが配車センターですね。お邪魔いたします。こんにちは、エレンちゃん。こんにちは、はじめまして。 JVC 警部とバーチャル部のバーチャル新入社員フロトエレンです。はじめまして、オペレーターの高野と申します。あ、カリスマオペレーターさんなんですね。それはとても心強いです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速実際にオペレーションする席に移動しましょう。はい。おー、こちらが実際のキャブミーの画面ですね。今日は実際のコンドルタクシーさんの電話対応を教えていただけるということで緊張しますが頑張ります。はい。教えていただく前にキャブミー導入後の感想を伺ってもよろしいでしょうか。はい、そうですね。インターネット環境があれば場所を問わず配車業務可能なところがすごくいいなと思います。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。それでは今から実際に私が電話を受けますので、エレンちゃんはよく見ていてくださいね。はい。お電話ありがとうございます。山田様、コンドルタクシー高野でございます。はい、かしこまりました。これからすぐのご利用でよろしいでしょうか。はい、桜田駅ですね。かしこまりました。はい、アルファードでかしこまりました。付近をお調べいたしますので、お電話を切らずに少々お待ちくださいませ。お待たせいたしました、山田様。はい、こちらですね、通常ですとアルファードの指定料金が1200円発生いたしますが、ただいまちょうど近くで確保ができましたので、迎車料金の300円でご案内をさせていただきます。ありがとうございます。それではお時間10分ほどで518番アルファードの車両が伺います。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。わあ、すごい、さすがです。ありがとうございます。では次はエレンちゃんがやってみましょう。早速ですか。はい、何かあればサポートしますので。ありがとうございます。緊張しますが失敗できませんもんね。全力で集中してしっかりご案内したいと思います。はい、よし。お電話ありがとうございます。コンドルタクシー黒戸でございます。タクシーをお願いしたいのですが。はい、かしこまりました。すぐのご利用でよろしいですか。
はい、練馬駅までタクシーをお願いします。あ、車種って指定できるのかしら。こないだ道でね、虹色の可愛らしいの見かけて、そちらでお願いしたいのだけれど。なるほど、確認いたしますので少々お待ちくださいませ。はい、お待たせいたしました。虹色の車両が付近にあるかお探しいたします。恐れ入りますが、お客様のお名前を伺えますか？佐藤と申します。はい、佐藤様ですね。このままお電話を切らずにお待ちくださいませ。はい、お待たせいたしました。佐藤様、約10分ほどで251番の虹色の車をご用意できましたので、迎車料金が300円ほどいただく形になりますが、よろしいでしょうか？はい、問題ありません。ありがとうございます。ではもう少々お待ちくださいませ。はい、ありがとう。ありがとうございます。エレンちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。めちゃくちゃ緊張しました。でも高野さんのご指導のおかげで、なんとかなんとか大丈夫でしたかね？バッチリです。完璧でした。ぜひうちのオペレーターとして来てほしいくらいです。嬉しい、ありがとうございます。はい、またお邪魔いただける機会があればお願いします。はい、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。迅速かつ丁寧なコンドルタクシーさんのサービスを学ばせていただきました。貴重な経験をありがとうございました。これからもキャブミンをよろしくお願いいたします。何かありましたら何なりと弊社営業担当までお申し付けください。ありがとうございました。さて、レポートはまだまだ続きます。お楽しみに。